榊町に本社を置く竹内製作所。1963年に創業し、小型建設機械メーカーとして世界初の商品を送り出してきました。世界のニーズと常に向き合い、特にアメリカとヨーロッパで高いシェアを誇るグローバル企業です。世の中にないもの、人の役に立つものを世に送り出したいという創業者の精神は、世界初から世界の竹内への企業理念とともに、今1000人を超える従業員に受け継がれています。建設機械は鉱山を採掘するような大きなものから、街中で活躍する小さなものまで様々です。その中、竹内製作所は小型の建設機械ミニショベルとクローラーローダーを世界で初めて開発し、市場を切り開いてきました。小型建設機械は住宅建築や工場、商業施設、公営体育館などの建設投資や、水道管やガス管などの生活インフラ工事など、都市部をはじめとした居住区域の工事現場に適しています。衣食住の住に深く関わって、私たちの毎日の暮らしを支えているのです。かつてはスコップとツルハシを使った人力作業で1週間かかっていた工事が、ミニショベルの登場によって1日で完了するようになりました。そして2021年7月に出荷が開始されたのが、バッテリー式ミニショベル TB20E でした。バッテリー式ショベルということで、排出ガスを出さないため、地球環境はもとより、現場の工事現場の作業性改善に貢献させるために、開発してきた機械になります。排出ガス出さないので、都市部や住宅街、また、屋内だったり、地下、また夜間の工事現場などで、活躍できるかなと思っています。トラブルはたくさんあったんですけど、様々な人の力を借りて、解決し、開発完了までこぎつけることができました。今後主流になってくるであろう、バッテリー式ショベルの開発に携われたことは、非常にいい経験になりました。バッテリー式ミニショベル TB20E、 世界初のミニショベルを開発した竹内製作所において、脱炭素に向けた新たな挑戦が始まりました。複数工程を作業できるようになり、仕事の幅が広がったことで、どんな時でもリリーフで入り、役に立つことができて、それがやりがいになってます。目標は今受け持っているステーション以外に作業ができるように、もっとこれから日々先輩方に教えてもらい、仕事を習っていきたいと思っています。機器を作る上で、いろんな工程がありまして、企画や試験といろいろあるんですけど、それが達成された時が嬉しいのと、出来上がってお客様から良かったよとかレスポンスがあると嬉しいです。実際に物が出来上がってきて自分の手で見れるところが一番嬉しいところですね。楽しいところです。また社員のやりがいを後押ししているものの一つが、こちらの社員食堂。明るく広いスペースを確保し、社員の憩いの場所にもなっています。メニューが豊富で、食堂に厨房があるため、出来たての温かいご飯を食べることができます。ここで英気を養い、午後の仕事に取り組んでいます。お客様は私どもに丈夫で壊れにくい建設機械というのを求めてくださっているんですね。で、私たちの製品は、使いやすさの操作性でしたりですとか、あと疲れにくい快適性ですとか、あとはパワフルであることというところにこだわり抜いて製品開発をこれまで続けてきました。今世の中的には脱炭素に向けて世の中がシフトしていると思うんですけども、例えば電気自動車が普及してくるんであれば、充電スタンドっていうのの建設もしなきゃいけないですし、あとその再生可能エネルギーですね、太陽光だったり風力だったりっていうふうな発電インフラの建設需要というのも今後出てくるというふうに思っています。ですので、よりクリーンで環境に優しいような建設機械の開発製造販売を通じてですね、広く社会に貢献していければなというふうに私どもは考えております。
従業員もですね、やはり世界を見据えて成長してまいりました。ですので、そんな当社ですから、世界に向かってですね、例えば好きなことにチャレンジするだとかですね、それが例えば機械が好きだとか、語学が好きだとか、いろいろなこうサービスをしていきたいだとかですね、いろんな思いがあると思うんですけども、何かこうこれだっていうものをですね、当社に入ってチャレンジしたいと、そんな熱い思いを持っている方に来ていただけたら大変ありがたいなというふうに思っております。